定時制1461日の記憶は、日本テレビ系列全国ネット及びテレビ大分、福井放送で2007年7月23日から8月13日まで、毎週月曜日22時22時54分の、時間帯に4週連続で放送された、ドキュメンタリー番組である。日本テレビが展開した2007年夏のキャンペーン、学校って何、何と連動した。 特別企画であり、夏ドキュのメイン番組として、ねを上げて大々的に取り扱われた。2010年には番組の映像をもとに再構成し、追加取材を経て制作された映画、月明かりの下である、定時制高校の記憶が公開された。月明かりの下である、定時制高校の記憶は、上記のドキュメンタリー番組、定時制1461日の記憶の、 取材映像をもとに再構成し、追加取材を経て制作されたドキュメンタリー映画。2010年8月21日に、ポレポレ東中野で公開され、以後全国で順次公開された。同年9月、愛知国際女性映画祭で、愛知県工業協会賞を受賞。同年10月、第7回文化庁映画賞で、文化記録映画優秀賞を受賞。22時54分の、 ニュースゼロは23時9分開始で番組の終盤で日付を翌14日にまたいで放送され23時55分の嵐の宿題くんは翌14日未明の0時10分0時41分に繰り下げとなった。ありがとうございます。